聞いてくれます？私の涙ぐましい努力。木陰が頭を下にして降りてくるような感じ。こんにちは。怪談師 YouTuber の七代でございます。本日は、熊子のカチャロ霊界通信。本当に毎度毎度、はい、ありがとうございます。まあ、本日もですね、はい、まあ、いつも通りですけど質問が、はい、来ておりますので、まだかまだある、まだもう無限にあります。無限にあるのか、うん、あの早く答えてほしいがゆえにですね、コメント欄に2回も書いてるやつとかたまにいるのであの2回書いても優先しないですからね回数制じゃなかった。回数制じゃないですね。あの質問の多さとか、あ、これ答えたら面白そうだなっていうのから順番にやっていくので、ちょっと辛抱強く待っていただければと思うんですけど、今日の質問は、はい、ちょっと意地悪な質問ではあったんですけども、幽霊が見えるって熊子さんは言いますけども、幽霊ってどこで判断してるんですか、はい、いう、まあ、質問があったんですけど、それはどこで判断してるんですか、質問。よく聞いてくれました、はい、聞いてくれます？私の涙ぐましい努力、はい、聞きましょう、はい、完全なる、はい、状況証拠でございます。状況証拠というのも、はい、もう今はもう年食ってるんで、うん、まあ、パッと見で、あ、これ違うな、もう人間じゃないなっていうのは判断つくようになったんですけど、でも今でも、はい、そのふんわりちょっとやっぱり分かる分からないみたいな曖昧な人がいるんで、まあ、そうだ、この間のあれだよね、あの1本目の動画の時にもなんか熱中症の人がね、ちょっと近づいていってみて、あ、透けてるみたいな、うん、くそってなってるんですけど、クソ幽霊かな状況証拠というのは、はいはい、昔は多分今よりもうちょっと濃く見えてたんですよ、きっと。ああ、なるほどね。昔の方がはっきりと人っぽく見えてたってことか。より人っぽく、うん、そう、より人っぽく見えてて、で、うん、まだあの世間も知らない人間だったので、うんうんうん、学生時代は、うん、マクドナルドの店員さん、うん、そのカウンター側に普通の私服の人がぼーっと立ってて、あとはまあその、うん、コンビニの冷蔵庫、大きい冷蔵庫あるじゃないですか、こうやってガチャってこう開けるところに人がいるとか、ライブ見に行った時に、はいはい、あの激しくドラムを叩いてる人の隣にダダダダダダダボーっとこうやって立ってる人がいるみたいな最初はあのドラムスティック渡す人かと思ってたんですよ。いいよそんな人そう、まあ、割と激しくドラム叩く方にドキって折れたらスッてこう、やんないやらない、いないそんな人で、周りの人に、うん、そのマクドナルドの時とか、あの人遅刻したのかなとか、うんうん、私服だから、ね、あの人制服忘れちゃったのかなみたいな取りたいジュースが奥の方にあったのかなとか、うん、そういう話をしていくうちに、こいつ何言ってんのみたいな。あ、そうか、みんなが見えてないから、え、そんな人いなく、え、ね、みたいな状況証拠ってそういうことか。で、ドラムスティックを渡す人なんてそもそもいねえぞと。今日のドラムもやっぱ激しかったね、かっこよかったね、さすがドラムスティック渡す人隣にいるだけあったぜみたいなって言ってて、うん、何言ってんだこいつみたいな、うん、それは最初から分かっててほしかったそれはそんな人いないのは分かっててほしかったけど、まあ、でも当時の熊子ちゃんはもう世間知らずだったから、ドラムスティック渡す人がいると思ってて、友達に話しかけたら、ああそういう人いないんだ、へえみたいなそうやっていろんなこう、あ、これはみんなに見えてないから幽霊ってやつかってなってたんだ。そう、だんだんと、だんだんと明らかに状況がおかしいやつはもう何も喋んなくなりました、うん、なるほどね、もう私大人なんで、うん、あのちゃんと分かるようになったんで、はいはいはい、車がバン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 通ってるところのど真ん中に人は立てませんと。まあそうだよね、うん、そんなわけあるかいと思ってね、うん、だけど立ってる人がいたら、あれは話しかけないでおこう、はい、もう触れないで回って通ってこうみたいなね。はあ、なるほど。そうやって、まあ、学習をしてきたというか、そうです、涙ぐましい努力の上に状況証拠が揃って、そうですね、だんだんと判断できるようになってきたということなんですね。いまだにでも、まあ、新橋の、うん、あのなんか路上で寝てるサラリーマンと幽霊の区別たまにつかんだ時ありますけどこれ言っていいのかな、この動画で出しちゃっていいのか分かんないですけど、ちなみになんですけど、くまこさんの話、僕結構前からいろいろ聞いてるんですけど、まあ、今もね、ちょっとあの子供の頃とかね、まだね、あの世間知らずなくまこちゃんかって話ありましたけども、いつ頃から見えてるの、そもそも。いつか、うん、なんか割とでも昔、うん、なんか見えてるって思って
き出した頃っていうのの、うん、まあすごいまだ印象に残ってるのがまだ一個あって、はい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 、小学校かな、それぐらい、もう何年生か忘れちゃったんですけど、うん、公園でブランコ漕いでて、でそこのブランコが、まあ、こうブランコあって柵があってでこうちょっとした森になってるところがあるんですよ、うん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 、でそこを森を正面にブランコ、まあ、自分座るじゃないですか、うん、20回目をつぶって漕いで開けたら、うん、もう木のところに幽霊が見えるみたいな、あ、そうなの、噂、森みたいなってことね、噂というか、まあ、都市伝説というか、怖い話がありまして、うん、でもうその時みんなちょっとやんちゃな感じだったんで、うんうん、試してみようよって誰かが言い出したんですよ、うん、でなんかちょっと目つぶってブランコっていう自体がなんかちょっと乗り物酔いしやすいんで私、うん、ちょっと嫌だなと思ってたんですけど、うん、でも友達が言うんだったら頑張るかと思って、うん、一番最初に友達がチャレンジしたんです、うん、でうちはもうその森しか見てなかったんですけど、うん、じゃあ数えてねみたいな感じでやって、うん、イーチって言い出したら木の上からゴソゴソって、うん、もう女の人がうんざりした顔で出てきたんですすっずるんってずるんってそうずるんって本当にうんざりした顔で出てきて声聞こえなかったと思うんですよ、はい、でもなんかアタックみたいな、うん、感じで出てきて、うん、で あれかなと思ったんですよ。でも友達イーチって数えてるのもう出てきちゃったとか思って、本当そうだね、全然早い、そう全然早い全然早いとか思って、うん、でそこから、まあ、2、3、4って数えてるうちにどん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 もう降りてきて、でもその降り方もちょっと怖かったんですよね、なんかなんかトカゲが頭を下にして降りてくるような感じ。うわーっと怖いねそれ。え、怖っ。えとか思って。うん、それが木の上から来るんでしょ。女の人が。そう。うわっつって。そう。めちゃめちゃ怖いじゃん。でため息ついてるずっと。って。またかって言いながら。そこだけ聞くとちょっと面白い。はーって聞こえてきて、でその状態でこうやってこうやってきてて、怖っ。なーなー八九って言って言ってて、でもうちもこ正直友達の声そんな聞いてないですけど、うん、なんかもうここにしかもうこの木の状況にしか目がいかなくって、うん、ね、でもなんかこの人怖いけどすげえうんざりしてるし、でも止めた方がいいのかな、でも止めると友達怒るしなとか思って、うん、でまあ、20まで数え終わったんですよ、はい、で20って来た時にもう それに合わせてピタッと合わせて、うん、木の影からこうやってうんざりした顔で覗いてきたんですよ。お化け屋敷の人？いや、もう、でもあんな降り方人間できないから。まあそうだね、そうだね、そうだね。もうそういう人できたら見たいんですけど、うん、でももう本当に。怖い、でもそれ。クソうんざりした顔で、はぁーって言いながらこうひょこって覗いて、うん、で、友達がこうブランコ漕ぎ終わってパッて目開けて、うん、あ、ちょっといるかもって言った時に言い出して、うん、言い出して、もうがっつりいるよみたいな、うん、ちょっと思ってたんですけど、はい、え、そうなのすごいみたいな、ちょっとなんかしないですけど、なんか合わせちゃったんですよ。あ、友達に、ね、友達に、はいはいはい、え、そうなのそうなのみたいな感じで、うん、そしたらなんかまたその人がはぁって言って、うん、スッて森の中に消えてったのが、うん、多分あれきっと幽霊だったんだなって思ってます。うわー、もう怖いね。でもそれ、うん、上からこれてくるんでしょ。そう、人じゃないよね。まあ、それ完全に人じゃないけど、うん、でもあんなうんざりした顔ごめんとか思ってそんなうんざりするみたいな、っていうかどれだけ試されてんだよこの人みたいな。まあまあね、やんちゃですから子供は試しますよ、そんな噂があったら。超優しくないっすかそいつ。優しいね、だって出てきてわざわざね、20のタイミングですってやってるわけでしょ、うん、優しい。コンゴさんもその昔、それで最初の頃というか、まあ覚えてる限り印象に残ってた。そうそうそう、超印象に残ってた。なんかもうその頃からカジュアルですね。カジュアルかな。でも結構怖かったですよ。まあでもね、もうそう、こう状況だけ聞いてると怖いですね。怖い、うん、ただなんかそのため息ついてるとか、またかって言ってるところがはポップですね、うん、女の人のうんざりした顔すげえ怖えなと思って。あ、まあでもなんかちょっと機嫌悪そうに見えるやつですよね、要するに。まあまあ
うわ絶対怒ってるってもう子供心に分かる感じの、うんうん、でも絶対これなんか怒られそうな感じするみたいな。まあまあまあそうだけど、そうだけどもね、なんかね、うん、あの僕のその今までこうねやってきた階段で喋ってきた怖いのなんか感じとちょっと違うんだよななんか人間的な怖さというかな、機嫌の悪い女は怖いみたいな感じいうやつですよ、どっちかっていうと、うん、なんかそんな感じがするから、だからやっぱくまこさんの話聞いてもポップでカジュアルだなっていう、うん、改めて思いましたわ、はい、というわけですね、はい、本日は、じゃあくまこさんは幽霊をどこで幽霊だって認識してんの、判断してんのっていうね、質問に対して答えていただきましたと、状況証拠の積み重ねということで、はい、類までなるね、努力を、ね、やってきた上で、今ね、割とこう判断がね、つくようになってきたと、まあ、いろいろあったんですね、要するにね。いろいろあった。うん、で、まあ、僕のね、ちょっと収穫としては、くまこさんはもう昔からポップにカジュアルに、はい、例を見てるということが改めて分かったのでね、非常に収穫でした。はい。ありがとうございます。はい。というわけで、本日の動画、怖いな、面白いなと思った方は、よかったら高評価ボタンお願いします。そして、チャンネル登録の方はよかったら、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、またね。